大家好、こんにちは、伊藤淳二です。自分の作品が実写ドラマ《ゾンミジェン》にリメイクされることを嬉しく思います。準備の過程において監督の謝さんをはじめ制作チームの皆さんの真剣さが伝わってきました。キャスティングや美術設計、ロケーションやセットなどもとても楽しみです。無事に撮影されることを願っています。いつか台湾で皆さんとお会いできる日を心待ちにしております。ドラマの成功を期待しております。